一本足だと大事なのはですね、まずアドレスです。アドレスがよく言われるのは真ん中に構えましょうって言いますけど、直角三角形、直角三角形ですね、こう直角三角形なので、こういう一本、そしてこう直角三角形、こういう形です。これがアドレス、ね、こういう形です。そして大事なのは、打つのは歩くのと同じですから、こっちからこう歩くのと一緒ですね。で、一本足の方は必ず体重乗ります。乗ったのを下ろします。ここに入れるとこういう形になるのが一番良くないわけですね。なので乗ったら乗ります。これによってヘッドがシャドウに動いてきます。なだらかで、特にアイアンなんかは横から打つことになりますので、ショットが安定するとね。で、必ずボールは踏み込んだ時にインパクトを迎えるとにボールセットして、で、ここから一本足、最初のうちはもうこのぐらいでいいと思うんですけど、慣れてきたら一本足していけばいいかな。ちょっと打ってみましょうね。ここに踏み込む、踏み込むところに届くか、でこのまま一本足です。まあ、そうするとよく振り遅れるね、アマチュアの人はこういう形になる多いです。こうなるとここをこう返すっていうのは難しい。よく手はどうやって返しますかって言われるんですが、このまま姿ができたら返さなくてもフェースはまっすぐ当たるんです。でもこうなったらですね、だからここに戻ってくる、そこでこの一本足の方で戻すと、体重が戻れば体が回ってきますので手も下りてきます。なので直角三角形のこの辺をキープしたまま戻ってきます。もう一回ヘッドが戻っています。この感覚をこれで使います。まあ、最初素振りでもいいですよね。こっちから勢いをつけてあげて、こういう素振りの仕方、こういうことですね。皆さんも足こういうインドアなんかで、ね、チャレンジして